M375mm 対戦車自走砲は第二次世界大戦中のアメリカ合衆国の開発した自走砲である。本社はアメリカが北アフリカとフィリピンの決定的な戦闘において任務に投入した最多の戦車駆逐車である。また、シチリアでは1944年の初期に旧式化が通達される前までより少ない台数の車両が継続して投入された。 その後1944、1945年のサイパンの戦いやペリリューの戦い、沖縄戦において M3GMC は連隊付きの兵器中隊としてアメリカ海兵隊連隊で用いられた。第二次世界大戦後においてもフィリピンでは1960年代まで装備されており、朝鮮戦争でも少数を朝鮮半島に派遣されたフィリピン軍が使用している。 1940年のナチスドイツのフランス侵攻では、気候手段が深い研究のもとに投入され、アメリカ陸軍に強い印象を与えた。戦車に対する効果的な対抗手段の実現は必須であり、アメリカ陸軍用の戦車駆逐車を至急開発するよう要望が提出された。1941年6月、M3 ハーフトラックに、 M1897A475mm 砲を搭載した車両が試作された。この砲は第一次世界大戦時の評判で広く知られたフランス 75mm 砲のアメリカ製ライセンス製3番で当時はすでに旧式化していたため1940年に採用された後継の M2A1105mm 榴弾砲との置き換えが進められて 予備兵器とすることが進められていたため、別任務に転用するには最適だった。この試作車両は T12 の仮正式番号が与えられ、速度性能、武装の威力ともに十分な能力を持っているとされ、際立ってよく働くと評価された。T12 は、砲火の設計を変更し、副武装としての機関銃の廃止といった。 紹介量を加えられた後に1941年8月に 75mm がモーターキャリッジ M3 として正式化され、1943年4月までに2200両以上の M3GMC が量産された。しかしながら、砲塔を装備して最新の3インチ砲を搭載した先車区蓄車である M10GMC の生産と配備が開始されたため、 これらのうち相当数が一線部隊へと配備される。前に、普通の M3 ハーフトラックへ再改造され、結果、842両のみが、実戦投入されることとなった。T12 として、先行量産された、極初期の生産者、36両は砲画に、原型の牽引砲と同じ M2A3 砲画と、その付属棒立てを用いているが、 実践に投入された結果防護力が不足していると評価されたため、1942年からは棒立てのみは、より大型の M5 棒立てに変更されている。生産者の最終ロットでは、M2A3 邦画の在庫が尽きてしまったため、1世代古いが在庫のある M2A2 邦画が棒立てを、M5 に変更して用いられ、その他、全照灯の変更などの細かな変更が加えられて、 正式番号が M3A1 と改められた。1943年内には M375mm 対戦車自走砲の正式化は限定的なものとして再分類され、後の1944年に旧式化が宣告された。M375mm 対戦車自走砲は M3 ハーフトラックの戦闘室全部にシャーシと直結された箱型の台座を増設し、 これに M1897A475mm 砲の上部砲画をそのまま搭載したものである。この手法は 8400m の間接射撃能力を持ち、射程 460m で 8.1cm の貫通能力を持つ APM72 砲弾を射撃する。APCM61 砲弾は射程 460m で 7.1cm の 装甲を貫通し、また、HEM48 砲弾は、不評や飛壮項目標に対して用いられた。弾薬は59発を車内に携行し、そのうち即用弾19発は戦闘室全部に設置された、砲火剣用の箱型構造物に収容される。元来戦闘室全部にあった燃料タンクは後部へと移されており、原型の AM3 ハーフトラックに、 装備されていた M22.7mm 機関銃の機関銃貨とその支柱は標準では装備されないが現地改造で銃貨及びその支柱を装備している車両が記録写真で見受けられる。このほか、乗員は自営用に1丁の小銃と4丁のカービンを装備した。なお、M3 ハーフトラックとの変更点として操縦室前面にフロントガラスがなく、 開閉式の全面装甲板が上開き式から下、開き式に変更されていることと、砲が不覚を取った際に干渉しないように装甲板の高さが低く抑えられていることが挙げられる。様式化された M375mm 対戦車自走砲。アメリカ陸軍の戦車駆逐車部隊の兵員に、機少として用いられた日本との戦争が間近に迫り、M3GMC と T12 は、 セルフ、プリペルドマウントハーフトラックと呼ばれることになった。1941年9月、暫定 SPM 旅団を編成するため、これらは船でフィリピンの島々へ輸送された。フィリピンに日本軍が侵攻した際、これらの車両は戦闘に投入され、バターン半島での戦いにおいて活躍した。後に少数の車両が日本軍に露隔された。 これらは1944年にアメリカ軍に対して用いられた。1942年後期及び1943年初期のチュニジア作戦中、M3GMC はアメリカ戦車区地区大隊において最多配備された対戦車自走砲であり、シリブジット・カセリーヌ峠の戦いとエルゲタールでの戦闘中に有名となった。こうした戦闘で、 多数の M3GMC が失われたが、アメリカ陸軍は、こうした損失のうちのいくらかは、不適切な投入がもたらしたと結論した。1943年7月、シチリアの作戦において、M3GMC は、対戦車自走砲の任務に再び使われた。その後、M3GMC は、戦車駆逐大隊から段階的に退役し、より本格的な戦車駆逐者である。 M10GMC と代替された。1944年のノルマンディ上陸作戦以後も一部の部隊においては装備が継続されていたが、M10 の配備開始以降は損耗しても修理、再投入が行われなくなり、欧州方面では1944年末までに全車が用途廃止された。なお、少数が特殊任務、例としては、 ウルターニュのシュガー特殊部隊の隊員たちによって突撃砲として用いられた。ドイツの戦車に対する投入には旧式であると考えられたものの M3GMC は日本軍が装備する軽戦車を破壊するには十分強力であった。そこで M3GMC は太平洋戦線で使用が続けられた。主な配備はアメリカ海兵隊の連隊付属の兵器中隊であり、 サイパンの戦い、ペリリューの戦い、沖縄戦また他の当初戦で実戦参加した。日本軍にはしばしば戦車が配備されていなかったため、時折 M3GMC は自走砲の一種として用いられるか、もしくは日本軍の防御陣地に対する直接砲撃を行って友軍を支援した。1945年、海兵隊で運用される M3GEMC は 105mm 砲装備の M7 自走砲によって代替され、太平洋戦線での運用も終了した。M3GEMC は暫定的装備とされていたこともあり、連合国軍への供与数は少数に止まっている。1943年初期、約170両の M3GEMC がイギリス陸軍に提供された。 イギリス軍はこれらの車両を自走砲の一種とし、司令部付きの装甲車や戦車部隊の兵力に採用した。イギリスの命名法ではこれらの車両は 75mmSP オートカーとされており、チュニジアやイタリアの作戦に投入された。フランス陸軍は M10GMC の配備前に訓練部隊で M3GMC を用いている。また、第二次世界大戦中、 1942年から1945年まで日本軍の支配下にあったフィリピンではゲリラ戦によって日本軍への抵抗を続けたユサフフェゲリラが日本軍に露革された車両を再度ダッシュして使用している。戦後も M3GMC は1945年から1960年代の戦後期にかけてフィリピン軍やフィリピン警察軍に用いられた。 福原発布の反乱では地方自治組織の兵力が吹く反乱組織に対して投入した。朝鮮戦争ではペフトックが用いた。ありがとうございます。